ここは新橋です。どうして新橋を歩いているかというと、メトロクスさんが30周年記念パーティーをやるということで来ました。ここですね。注文すごい最初おぎそうです。お久しぶりです。荷物受付した荷物預かってもらって、ありがとうございます。今日何だ、今日今日このために来ました。もちろん。お世話になります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 。荷物だけまずお貸してもらって。はい、大丈夫です。ちょっと待ってください。はい、いいです。いいです。まあ最近、まあ、コロナで、ね、皆さん会うことが少なくなっちゃったんで、そうですね、なかなか多分顔を合わせる機会がないんで、もう、ね、まあ、皆さん忘れちゃうだろうなと思って。おぎそです。覚えてますか？もちろんです。この時に、あ、丸黒木さんがいらっしゃった。あ、そうです。私は。今声入ってますけどいいですね。動画。大丈夫。で、YouTube あれですか？あげます。あげます。このまま公開されるか。編集します。いや、変な内容はカットしますけど、はい、もしかしたら声が入るかもしれないですね。YouTube のちょこちょこ見させていただきます。参考になりますね。大丈夫です。気にしなくても。映んないように。大丈夫です。映っても大丈夫です。人間が担当ではいたんだけど。まあでも、ね、ロイヤルとの付き合いもあるって。ああ、そうですよね。ロイヤルはでも。電話でも分かりやすくて結構参考になると思います。他の店の売り上げに貢献してますよ。あ、確かに、それはそうです。すごい メールとか来ますね。参考になりましたって言って、買いましたって言ってたけど、私には注文が入ってないんですよ。確かに。はっていう。コメントも入るんですよ。近いもんですよ。あ、そうなの。そう言うしかないです。いやでも、まあ、本当にお客さんと一対一で、からこうその時の言葉で伝えるっていうのが大事だな。で、自分で納品行ったり、お客さんで家行ったり、自分で組み立てたり修理したりとかやらないと。私どもは、1993年に札幌に会社を設立し、その10年後の2003年に東京に本社を移し、そこから20年経ちました。あっという間の30年です。まず、一番最初に、復刻生産を始めたのは、ピエール・ポランのデスクです、まあ、フランスのデザイナーなんですけれども、それが、まあ、とても良かったので、まあ、それを復刻したいという形で南フランスの彼のご自宅に訪問し、復刻の、ご依頼をしました。まあ、
ミーティングを重ねて、その製品、製品の生産をの許諾を得たという形で、まあ、それが一番最初の製品でとても印象に残っています。まあ、ピエールはお亡くなりになられたんですけれども、奥様や、息子さんご夫妻が、まあ財団を立ち上げ、まあ、私たちの、まあ、新しい、ピエール・ホランデザインシリーズの、充実にもいろいろご協力いただいています。その次に、印象に残っているのはこうマックスビルの、グラフィック関係ですね。マックスはもうあの僕が生産再生産の申し込みをした時にはもうお亡くなりになられてたんですけれども、息子さんが、対応してくれましたヤコブさんという方なんですけれども、まあ、ヤコブさんもアーティストなので色に関してはとてもあの厳しいチェックが入りました。何度も何度も色構成を重ねて、まあ提出してようやく許諾を得たという製品の一つです。最近ではそちらにあるロビンデーのソファーですね、フォームグループというシリーズなんですけれども、まあロビンデーはイギリスのデザイナーで、財団はご息女娘さんのパウラさんが管理しています。でまあ、そこの財団はちょっとあのしっかりしているという意味では、製品管理の担当の、方もあのきちんといらして、とてもその、まあ、ロビンデーの、デザインの、再現にあのとても厳しいチェックがあります。例えばそのパーツのサイズであったり、もしくは、まあ、ネジ穴一つにとっても、まあ、ロビンがなぜそれをこう、選んだのかというそういう、 こう説明をこう独特とされて、それをこう忠実に守ってくださいという形で、まあ、あの完成までにはとても時間がかかったんですけれども、まあ、そういった意味では愛着のある製品です。あと日本のデザイナーでは渡辺力さんと随分親しくさせていただきました。まあ、建築家 の、 あの清家清さんの、住宅の、まあ、家具は力さんがたくさんやっているものがあって、まあ、そのうちのいくつかを復刻させていただきました。で、まあ、それ以来、まあ、力さんの方から、カートンファニチャーであったり、例えばモビールであったりそういったもの、多分あの先生が、これ復刻してもらいたいなと思うもののご依頼があって、まあ、それ を、まあをまあ、製品化にすることによって、まあ、今の商品群になっています。あと超大作さんの、パーシモンチアなんかも、パーシモンチアに関しては僕はあのダイニングチアの中で、まあ、超さんのダイニングチア、まあ、パーシモンチアですね、あれが一番いい椅子だと思っています。なので、まあ、こちらから、まあ、復刻を熱望して、再生産に至ったという形です。で、まあ、その後テーブルとかそういったものも、まあ、シリーズ化になったという経緯です。まあ、そういう、こう、まあ、世界の名だたるデザイナーの方が私どものような小さな会社にこう真摯に耳を傾けてくれたというのはとても、まあ私のその仕事において、まあ、お手本としているところであります。新しいデザイナーとの取り組みもしています。ムースクールというブランドを立ち上げました。で、まあ、そのやはりその新しい製品に関してはまあ、復刻生産のものと違って、今の時代に何がこう作るべきなのかとそういったことも含めてデザイナーと話し合いながら、進めています。今日なんかは、普段ここ数年お会いできなかったとも方々とも、お会いできています。まあ、とても嬉しいです。まあ、今後、私たちがこうどんな展望を抱いているのかとかそういった話ができたらとても嬉しいです。本日はどうもありがとうございました。私も都合がくじを引きます。ご当選の方番号申し上げます。43番の方。